実験後、再結晶、結果。結果から考えよう。1、ろ過して得られた固体は何だと考えられるか。2、水を蒸発させて現れた固体は何だと考えられるか。また、この水溶液を冷やしても固体が現れなかったのはなぜだと考えられるか。結果の例、硝酸カリウムの水溶液を冷やすと芯状の固体が現れた。食塩水を冷やしても変化がなかったが、水を蒸発させると白い固体が現れた。結果からわかること。硝酸カリウムの水溶液を冷やすと芯状の固体が現れたことから、芯状の固体は硝酸カリウムで、硝酸カリウムは決まった量の水に溶ける限度の量が温度によって違うと考えられる。食塩水を冷やしても変化がなかったが、水を蒸発させると白い固体が現れたことから、白い固体は食塩で、食塩は決まった量の水に溶ける限度の量が温度によってあまり変わらないと考えられる。